こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 完結編縛りプレイ、今日もやっていきます。前回は、カトルくんが仲間になりました。初めてのウィングチーム。戦力増強間違いなしです。まずパイロット性能がすでに普段使ってる人たちより強いというのが、まさか F のウィングチームに対してパイロット性能を褒める日が来るとは思わなかったよ。ということでインターミッションです。強制出撃後のチャムの世界は忘れずに、まあ大体忘れるんですけどね。実はハマーン様仲間になった時にシャアに見せるデレアイコン、ミネバ様には見せていた。さすがミネバ様。ということでこのステージですが、4EP になった時点で強制終了します。なので、できる限りそれまでに倒せる敵は倒してしまいたいところ。ビルギットが挑発を使える回数は3回なので、今回はマシュマー、ゴッドン、ラカンさんを呼び出して倒したいと思います。2回行動ができる人もいないし、まあこの3体が限界でしょう。というか、ラカンさん今回はザク3なんですね。ドライ戦はもう飽きたみたいです。しかしなぜか後ろでドーベンウルフに乗ってるハゲ。お前なんでドーベンウルフなんて乗ってるんだ。そしてなぜかバウに乗ってるイリアさん。これ絶対ハゲと乗り間違えただろ。これは間違えてますね。イリアさんはドジっ子だった。さて目当ての3機がやってきました。あれ、降参の命中率が前回より落ちてるな。こいつ強化されてやがる。この短時間のうちに強化したというんですか。まあ実際にはここの後しばらくマシュマー出てこないし、強化人間になるレベル設定間違えたか、間違えてここのマシュマーのレベル1上げちゃったかどっちかでしょうね。貴様、私を怒らせたいらしいな。私が相手だ。無能な。立てされなかったら一撃でしたね。クリティカルはさすがに予想外。まあこれなら降参でいけるでしょう。これでどうだ。しまった。出直した。しっかり当てました。よくできました。あとはラカンのザク3とエンドラだけど、ラカンさんはめんどくさそうなので自爆で削りましょう。ビルギットを射程内に置いておけば移動してこないだろうから、このままデンドロビウムを隣接させるぞ。気力が下がってないという珍しいゴッドン。こっちの気力も上がってないし、向こうの気力も下がってない。ある意味最強状態のゴッドンというわけか。ゴッドンはゴッドンですけどね。ダバさんでイリアさんを倒せないものかと模索中。めんどくさいからやめました。おい、結局精神コマンド使うことは必須になりそうだし、それなら精神ポイントを経験値に回した方が美味しそうだった。前回魂覚えましたからね。観念するんだな。くそ、この程度でやられるものかよ。やっぱりザク3といえばクチビームですね。印象的ではあるな。正直ハイメガキャノン以上になんでこんなとこにつけた感ある武装ですけど、みんなジオン部が好きってことだよ。
走行学科、運動性も高めだし、面倒ですね。いやーこれで1万も減らせるのは大きいな。雑魚ではサーベルで戦力になって、ボス戦では自爆で1万ダメージ。完璧だな、バーニー。自爆のおかげであっさりと羅漢さんも撃墜です。残りは最強状態のゴットンだけですね。知らない、燃えた、やってくれたな、くらい、はい、この状況のエンドラ相手だけなら精神コマンド使うのももったいないですね。ゼクスさんとノインさんは次のステージを最後に離脱してしまうので存分に使っておきましょう。やってくれたな、この落ちろっての、当たるものか。永久離脱するなら改造に使った資金返してくれてもいいのに。これはウィンキースパロボですからね。GP03 の自爆の弱点は不正面になっちゃうと基本的にやることがないことですね。サーベル自体はついてるけど、デンドロビウムの大型ビームサーベルとは別物だからか、改造を共有してないので改造されてるのはステータス周りだけになる。まあ、正直やることはないですね。下手に撃墜されてデンドロビウムの修理費払いたくないし、デンドロビウム修理費結構高いですからね。なんだ、こいつのパワーは。貴様を倒しゃ、俺は出世できるんだ。まだだ、まだやられるかよ。無改造ビザードの限界を見た。あと2ステージ、あと2ステージなんだ。出てくるから。やられた。こんな短いステージでも稼げるもんですね。エンドラを幸運かけて倒せば十分稼げますね。ドロス3隻はアウトです。あれクッソ強いんだよな。プレッシャー本人診断、確実性高すぎる。いつの間に DNA 称号なんてしたんでしょうか。こっそり髪の毛を抜いてきました。ギレンあたりに射殺されそうである。ということで、ものすごいあっさりだったけどクリアしました。もうあっさりとかのレベルではないですね。このステージみたいに強制終了っていうわけじゃないけど、めっちゃ早く終わるステージなんかが完結編にはたまにあるんだよな。そういうステージの場合は、なるべく早めに投稿できるようにします。まあ実際、そういうところって前編後編のステージが多いから、まとめて同じ日に投稿する可能性が高いかな。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。